じゃあセッティング方法ちょっとお話します。はい、じゃあ椅子はちょっと、これお借りします。ごめんなさい。はい、椅子の方法はちょっとお話しました。一応ざっくりちょっとお話しますと、ネジが、ありまして、一番上は、三脚をしまう時のネジ、高さを変える時のネジ、一番上は、この分解するネジですね。はい、真ん中のネジを緩めて椅子を回すと高さが変えられます。あとこれ補足なんですけども、はい、さっきこうもうちょっとこう上に持ったんですね。でこれで黒いのを回すと一気に高さを変えられるっていうのがあります、はい、こう椅子を回すよりこっちをこの黒いのをバーって回した方がものすごい速さで調整ができるっていう、まあ、そんな機能なんですけども、はい、これついてないのがほとんどなんでそうなんですよ。なんで慣れてきたらこういっぱい使ってくださいね。あ、なんか椅子今日ちっちゃいなってこうバーってやるとすぐ好みの高さになりますので、はい、で太鼓類からちょっとお話ししています。まず椅子はセッティングしていただいて、できたら今度こっちのスネアドラムですね。はい、スネアちょっと後ろしちゃいますね。ごめんなさい。あ、コース見えません。はい、椅子に関してです。あ、じゃあこちらから、はい、じゃあこれも、はい、椅子もネジがあります。これ乗っかってるだけなんでこれ取れます。あ、でまず、そっか、注意していただきたいところです。はい、ドラムで壊れやすいのがスネアドラムの裏側、これです。はい、これあんまり触ったりすると穴が開いたりとかへこんだりするので、この皮がすごい薄いのを使っているので、ここだけはちょっとデリケートになってます。こっちの皮は平気です。叩いても平気なぐらい普通の厚さなんですけども、こっちだけそのスネアドラムの裏だけ、ちょっと危険なので触らないようにっていう、はい、あと戻すときもこう刺さらないように こういうところにっていうのが、はい、ポイントです。はい、で、あとは太鼓同士がぶつからないっていうのも一つです。はい、あ、そうか、そう考えていくつかありますね。あとたまに力でこう移動しちゃう人がいるんですけども、うん、そうするとやっぱり機材に悪いのでちゃんと緩めてからこう移動するっていうのを、はい、それをお願いします。ここに置くとで、あとそうですね、まだあるんですけども、まあ、その都度ちょっとお話していきます。でまず、一番下のこれもネジが1,2,3,4全部4つあります。一番下は、三脚のネジです。でこっちの真ん中が高さになります。ここでこう高さが変えられます。はい、で、まあ、注意点としてここを持って高さを変えようとすると落ちて、まあ、指を挟むっていうんですかね、指っていうか、なんか肉を挟むみたいな、はい、大怪我までは多分しないと思うんですけど、地味に血まめになっていたいんですね。なんで、そうです。なんで、こういうところですかね、こう落ちても平気なところを持ってあげると、はい、安心かなと思います、はいはい。で、ここのネジを回すと、こう角度を自由にこう変えられます。好きなところ。これちょっと回したんですけど。あと一個、こっちにもネジがあるんですけども、これはスネアドラム。大きさはまちまちです。はい、だいたい14インチっていうのが標準、まあだいたい多いんですけども、子供用の自転車の車輪ぐらいですかね、14インチっていうと。はい。なんですけど、もっとちっちゃいのもあったりすると、ここをこう狭めるためのここのネジっていうんですかね、これ回していくと狭めたりできます。なんであまりここはいじらないですね。メインはこの真ん中と上です。はい。なんでこっちも回しても何も起こらないので、はい、しまう時のネジっていう。で、セッティング方法なんですけども、悪い例です。このくらいかな、乗せば、まあ、止めば、まあ、悪いわけじゃないんですけども時間がかかる例です。で、乗せます。だいたい高い場合が多いです。これ高すぎます。なぜかっていうと、スネアのここの部分を計算できない しにくいんですよ。あ、はい、なんで ここでいいだろうと思って乗せたらこの分の計算が計算外だったんで、はい、この分高くなってるってこう上にでこれを見越してセッティングするのって結構難しいんで、一番は、まあ、この状態でこうしてあげると大体この辺っていうんで慣れていくともう一発でセッティングできちゃいます。で、スネアドラムに関してはちょっとだけ自分の方に傾けます。これも好みになるんですけども、で上が大体おへその高さぐらいが、まあ、標準かなって思ってます、はい。で結構幅があるんですね、大丈夫な幅って。悪い例はこう叩こうとしたら
こう縁にしか当たらないとか、はい、なんでこっち叩けないみたいなのは高すぎです。なんか大げさに言うと、まあ、こうセッティングすると多分私の場合ここしか当たらないです、ね、はい、で逆に低すぎる場合はこう叩いた時にこうももに先に当たっちゃう、その場合は低すぎるんで、縁に当たらないで、ももに当たらない高さであれば、まあ、どこでも大丈夫です。これちょっと多分お人より低いんですけども、ここでも共有範囲です。はい、でここが決まりましたら今度フロアタムです。はい、フロアタムは足が3本あります、まあ、1本ここで、まあ、3つの足でセッティングしてまして、まあ、立ってます。でここのネジを回すとこれがこう伸びたり縮んだりとか横に動いたりっていうちょっと変わった形状をしてます。で悪い例はこう変わった形状をしてるんで、これが内側に入った状態で止めちゃうと、もうこれ倒れちゃいます。あ、はい、ちょっとの力加えると。そうですよね、はい、なので全部外側に向けて止めます。で3つの、足を使ってここと同じ高さに配置されてます。なので今日多分説明だけになっちゃうので、次回来た時にちょっと挑戦してみてください。あ、はい、はい、でほとんど壊れること、まあこの裏ぐらいなんで、はい、あの好きなようにいじっていただいて、あ、はい、多分やってみないと覚えられないとか。そうですよね、はい、だってそうです、ね、この高さにするっていうのは OK ですね。でこの2つが決まったら今度はこっちです。ここのセッティングに関してはここにネジが1個あるんですけど、ここのネジを回すともう好きなところにこう、もうどこでも好きなようにこうセッティングできます。動画が見えないかもしれない。ここのネジです。あ、こっちはそっちのネジになってます。はいはいはい、そうですね。なので好きなところにセッティングができます。でセッティングする方法なんですけども、1です。叩いた時に、まあ、悪い例からいきましょう。たまに練習スタジオ行くとこういうところ、こういうセッティングしてる人がいるんですけども、こういう角度ですね。これを叩こうとした時に一番、まあ、いい叩き方が、力がまっすぐ抜けるように叩けるといいんですね。なんで後ろにこう皮が張ってあるんですけど、後ろの皮も振動させるように多分この角度で叩けると一番いいです。なのでこれを叩こうとすると、あ、そうですよね、なんかもうパンチするかのように叩かないと、はいはい、いい音ってならないんですね。でも普通これをセッティングした人は多分こう叩いちゃってると思うんですけど、この角度、この面に対してこの角度で叩くと実はいい音がしないです。なので自然とこの角度で叩けるところをセッティングしていきます。まあ、そうすると、これも人によるんですけども、まあ、このくらいだと思います。で、完全にその位置を狙うと絶対縁に当たるんですね。なんで縁に当たらず力がここにまっすぐにいく。なんで理想は多分 水平なんですよ。水平にセッティングできるといいんですけど、こう出っ張ってるんで絶対水平にできないですね。当たっちゃうっていう。なんでちょっと斜めになっちゃうんですけども、縁に当たらない高さっていうのが、はい、理想です。でこれもセッティングできたら今度こっちもセッティングします。こんな感じですね。同じくらい、はい、ここは同じくらいにしてあげるっていう感じです。はい、で、まあ、今回これは小口径なんでちょっとちっちゃめのドラムセット使っているので、少しここを開けてあげると、あの大きいドラムセットをセッティングするときに、まあ、大体直径で、3センチと6センチ、こっちが大体3センチぐらい大きくなるんですね。でこっちが 1.5 センチか大きくなるんで、真ん中の位置がずれるんです。あの普通の大きなドラムセットをすると、はい、なんでちょっとだけこう、まあ、全くくっつけちゃうと、あの電子ドラムでもよく陥りやすいんですけども、はい、あの大きいドラムを叩いた時に遠くて叩きづらいとかになっちゃうんで、うん、これちょっとあとでなんか目安ができればいいなと思ってるんですけども、うん、まあ、ちょっとこう開けとくぐらいな、あ、はい、くっつけすぎると、あの今は叩きやすいんですけど、はい、後々叩きづらい、大きいドラムだと叩きづらくなるっていうのは、はい、あります。これまあちょっとなんか目安ができたらちょっとお伝えしようと思います。はい、でこういう、まあ、太鼓類はこんな形です。はい、で最後、あ、もう時間ですよね。はい、最後だけちょっとだけお話します。
タンドシンバル類ですね。あ、そっか、これも話しておきます。だんだんこれ使うようになるんですけども、この黄色ボタンを押すと好きなようにこう高さが変わりますね。あ、そんな楽なんですね。はい、これ以上です。これが楽です。で、大きくてこの2つですね。まあ、向こうもライドシンバルってシンバルは違うんですけども、スタンドは一緒です。一番下のネジ、これが、しまうときですね。ここにあります。で、その上、これ高さです。これ高さで変えられます。で、こっちも高さです。なんで2つ高さ変えられます。で、大きく違うのはここです。こっちにもネジがあるんですけど、ここのネジを回すとこの角度と長さが変わります。はい、そっちも同じです。で、一番最後に、まあ、首の部分みたいな、よく言う、まあ、比喩表現してるんですけども、ここがこう変えられます。はい、で、ここの位置は、座って叩こうとしたときに、だいたい45度ぐらい、こう座ったときに45度ぐらいで当たる位置であればいいと思います。で、私だったらまあ、もうちょっと入る、まあ、こんな感じですかね。はい、そうですね。で、セッティングします。で、こっちはこっちはここで当てるんですけど、こっちはこっち、ここで当てます。センターチップの部分、チップって名前付いてるんですけど、はい、なんでこれだと結構きついんですね。はい、なんで少し斜めにします。そうすると、まあ、ここ楽っていうんですかね、あんまりこう遠かったりすると二の腕が辛くなってくるんですね。はい、この辺だと楽なんで、こういう形で叩けるようにっていう、はい、ものです。最後です。いよいよ最後になりました。ハイハットシンバル、これがちょっと少しくせもので、はい、そうですね、ちょっと教室ではいいのを使ってるんですけど、大体足が3本になってるのが普通です。まあ、これも、まあ、3本といえば3本なんですけど、これを抜かして3本っていうのが普通で、これはツインペダル、なんかもう1個ペダルをここに置けるようなセッティングになってたりします。で、ここが3脚、まあ、3脚、2脚みたいな感じですけども、まあ、普通は3脚だったりします。まあ、しまえる位置ですね。で、ここで高さになります。止める方、好きな高さに調整できます。はい、で、ここにもネジあるんですけども、これはあんまり関係ないです。何が違うかっていうと、ここ回していくと、ここが盛り上がっていって、シンバルの角度、これどん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 今上がってます。あ、はい、なんでこんな斜めになっちゃってますよ。あ、本当すごい。なんで、とりあえず今は使わないです。はい、まあ、水平にしていくのが一番いいのかなと思います。はい、まあ、ここ見ると今水平ですね。もともとちょっとなんかここ少し斜めになってますけども、はい、こっち見ると水平なので、はい、で、あとここのネジですね、こういう形になってます。で、使うときですね、あ、位置はこれも人それぞれなんですけども、上になると当たるところがこの位置で当てるんで、パワー重視になります。はい、で、下の方に行くと、まあ、大げさに下の方に行くとこうできないんで、多分こう上に当たるんで、こっちの方が跳ね返りが強いので、まあ、細かい動きに対応できるっていう。すごいな。はい、で、それを好きなところで調整してみてくださいっていうんで、ただあんまり低すぎると、まあ、ここの位置をちょっと計算して、まあ、調整するっていうんですかね。あんまり低いとこう握って両手した時にこう当たるっていう、スティックとスティックが当たっちゃうので、まあ、ある程度はあった方がいいって、まあ、最終的に好みになっちゃうんで、はい、まあ、マイナスのセッティングをそのままにしてみてもいいと思いますし、それでやりづらかったらちょっと調整するっていう。で、使うときは、だいたい 1,2 センチこう足でこう踏み込みます。で、止めます。そうすると 1,2 センチ開くっていう。で、開けた状態で使って常に踏んでこう叩く。はい、まあ、これを踏むとこっちと連動してるんですね。なんで、ここ本当はここなんですけど、ここは変わるっていう、左足を踏むとこういう風に変わるっていう仕組みになってます。なんで、まあ、上見て1、あ、このぐらい1センチかなって上げると大体1センチぐらい上がるっていう。はい、で、あとはセッティング、まあ、使うときですね、使うときこれを奥にすると
音が変わります。まあ、オンっていうスナッピーっていうのが下にあるんですけども、まあ、オンの状態でこういう音をします。これオフだと、ああ全然違います。はい、なので使うときオンにして、使い終わったらこれをオフにするっていうのは、まあ、マナーみたいな形ですね。はい、そうです。まあ消耗っていうところもそうですし、はい、オンのまんま、放っておいて、例えば演奏するときですね、はい、で自分の番が終わって次の人が、まあ、静かな曲だってなったときに、実はこの今喋っててもちょっと共鳴してるんですよ、ザーッっていう音で一緒になっちゃってる。はい、なるんですよ。なんで音楽流れた時にこのザーッて音が聞こえちゃうと、まあ今ザーッてよりなんかちょっとなんか音が鳴っちゃってるっていう感じなんですけども、はい、共鳴しちゃうんで、はい、まあ他の人に迷惑かかっちゃうっていうんですかね。はい、でとはいえ本番だけこれをしようと思ってもなかなか難しいんで、普段からあ今日は終わりました、じゃあこうオフにしましょうっていう癖をつけとくと、緊張しててもう何が何だか分かんなくてもちゃんとオフになってるっていうのはありますんで、今の状態がオフ、あこれこれオフですね。オフでやつると例えばこれあーって言ってもなんないんですけど、うん、この状態であーって言ってもさ、すごい変わります。はい、そうです。まあ、こんなのがあるので使ったらオフで、こっちもそうですね、普段はこう緩めた状態だったり、この状態止めておくっていう、はい、で使うときに踏み込んで、まあ、この状態、はい、こういう感じで使います。使ったらオフっていう、はい、形になります。まあ、ざっと話してしまったんですけど、またちょっと動画見ながら確認してみてください。まあ本当はこれを30分とかかけてゆっくり説明していくともっとは理解しやすいんですけど、今いろんな情報が一気にドカンと入ってきたんで、そうですね、ああなんだっけなみたいな、もういっぱいいっぱいだった、すごいもういいかなりいっぱいいっぱいですよ、頑張りいっぱい、とりあえず以上となります。